さてマドリードからバルセロナに早朝の格安便で向かいたいと思います。ちなみにスペインの国内線は陰性証明、ワクチンパスポート求められることはありません。非常に手続きもスムーズですんなりとチェックインできました。他のどの教会とも違う。2026年に完成ということですけど、 3,4 年前に来た時よりもまたちょっとやっぱ完成に近づいてるんで、見たことない作りが仕上がってきてますね。見応えありますね。見てて飽きない。バルセロナ、マドリードからバルセロナに来るとバルセロナの物価の安さに気づきましたね。 2,3 割安いんじゃないかな。結構高級そうに見えるレストランとかもマドリードの下町のバルよりも安かったりするんですよ。オリーブ一皿1ユーロとか。サグラダ・ファミリアはね、やっぱり別格でしょう。これは2021年は2ヶ月ちょっとヨーロッパをちょこちょこ回ってきましたけどね、まあ本当に陸続きでお隣さんであっても言葉も違うし文化も違うし食事も違うし気質民族性も全然違いますから、
まあ、やっぱり特殊ですよね。やっぱね、ヨーロッパ面白いですね、非常に。普通ね、日本だったらこういうロケーションのカフェだったら、まあちょっと2倍とか、コーヒー1杯も2倍の値段してても、まあ、それでも飲むでしょうね。いや、私も飲みますよ。でもここ安いですからね。コーヒー1杯が 1.6 ユーロですから、いや違う、200円ぐらいですかね、1杯。バルセロナはやっぱマドリードと比べて街が綺麗だなっていう一言は出てこないんですけど、まあ個性的、ガウディの作品じゃないですけど味があるというか、やっぱバルセロナオリジナルの味がありますよね。あんまり綺麗すぎる首都とかよりも味がある街の方が私は個人的に好きですね。バルセロナいいですよ。バルセロナといえば、私もサッカーファンですけど、一言言わせてください。メッシの対談ですよ。メッシを失ってしまったら、いやもう主人公がいなくなったアニメみたいなもんですよ。もうブランドの格が下がるというか、どうやったとしてもメッシを残してほしかったっすね。引退までバルセロナにいてほしかった。まあ誰もがね、サッカーファン誰もが結構思うことじゃないかなと思うんですけど、いやメッシを失って私もバルサに対するなんて言うんでしょうね、思いが消えちゃいましたよね。魅力が半減しちゃった。いまだにお土産屋さんではバルセロナのユニフォーム、メッシのユニフォームまだ売ってますけどね。残念、メッシを失ったバルセロナ。でもね、サグラダファミリアがありますから。こんなね、未来志向な教会ありますか。完成も未来だし、再び来るキリスト、再臨のキリストを迎えるということをテーマに作られてる、そんな教会なかなかですよ。